こんばんは。今回は7月15日リリース、リブリアアイランドやっていこうと思います。このゲームはね、なんかパソコンかな ?PC 版がもともとあったみたいなんですよ。ちょっと調べたら2003年から2019年まで。で、そのゲームの今度は、スマホ版みたいですね。新しくまた作り直したのかな?ちょっとね、そこら辺までは書いてなかったんでわかんないんですけど、このなんかちっちゃい、なんか箱庭っていうか、ちっちゃい島でペットと一緒に暮らして、あとは、着せ替えですね。アバターゲームって着せ替えと、あと女性向け、それとシミュレーションゲームの要素がある。まあ、何か作ったりとかするんでしょうね。生活するために。そういうゲームだと思います。やっていきます。あ、結構ね、人気があったみたいなんですよね。やっていきます。中世ヨーロッパにて錬金術の力により不思議な人造生物。ペットのことなのかな?とても小さく様々な姿をしたその生き物は、昆虫を食べ、宝石のうんちを、昆虫食べて宝石のうんちするんだ。なるほど。あれだな、なんか、ちょっと自分やったことないんですけど、動物の森。ちょっとしか画面見たことないんですけど、そんな感じなのかな?ちょっと、ほのぼのゲームっていうか、現在配布中のリブリーたち。なるほど。買ってみたい種や個体はいるでしょうか?選べるの?あ、あ、あ、選択。ああ!これがいいな、なんか、うさぎっぽいやつ。これがいい。個体がなんかいろいろ違うのかな?生まれがあるの?サイズとかがある。あ、サイズ選べない。一緒じゃないのこれ。よくわかんないけど。10日生まれ。あ、自分のあれもちょっと違う。画面の時と。続いて、これはこの子と生活を始めるアイランドとあなたの分身のあるホーム。あ、セット一式なんだね。これでいい。着せ替えと模様替えはこちら。変えれるんだ。ああ、自分の見た目みたいな変えれる?ほら。最初のがいい。だんだんダメになっていく。あかん。元に戻したい。元に戻すのは、これか。これの方がいいじゃん。あ、髪型だけはこっちの方が良くない?耳がなくてもいいんだけどな。あれ?耳。あ、これか。あ、動かない。これで洋服変えれるの?あ、これでいいな。こっちの方が。なんかおかしい。あれ?なんか下がなぁ。あ、あるわ、下。あ、下にワンピみたいなのあんだね。あ、これでいいじゃん。シューズもあんだ。あ、いいね。これ、このまま持っていけんのかな?ただここでこんなことできますよって見せて終わりかな?だんだん日本人っぽくなってきたよ。メイクもできるんだ。いや、でも俺これでいいわ。これで OK。着せ替え完了。あれ?戻れない。あ、こっちか。あ、これでいける?じゃあ今度は、こっち、あ、アイランドしかないんだもん。アイランドの見た目?自分の島の見た目変えるんだ。ああ、なるほど。ない。はい。最低一つ。外せないってことね。あ、じゃあもうこれで行くしかないかな。あ、なるほど。見た目があるな。バックは。バック
ダメかな。はい。これでいこう。あ。なるほど、チェック入れるんだね。あ、名前、自分の名前、あとリブリ、ペットの名前、で、この島の名前を入れるんだね。これでいけるかな。あの、女の子になったんだけどな。変にしました。で、このペットはね、そのままリブリー。このゲームのタイトル。リブリーでリブリーにしました。あ、オッケー、いけた。意外と軽いな。動物の森確かあれでしょ。スマホかなんか送られてくるんだよね。何が来たんだろう。ホームと、あ、なるほどね、はい。ホーム、はい。なんだろう。リバリ、はい。バイオレコード。ここでリバリー、あ、リブリーか。リブリーの調子の確認か。オッケー。調子の確認ね。これか。お腹、あ、ちょっともう減ってる少し。散歩をしたり時間が経過することでリブリーはお腹を空かせる。なるほど。餌を求めて家出。あら。え、結構、匂いって何？ああ、臭いかどうかなのかな？シャワーをしないと少しずつ匂いが強くなる。あ、これが溜まっていくってことか。結構世話しなくちゃいけなくなるね。一回これ買い出したら。はい。フード。何が入ってんのかよくわからんけど。あげたのかな？もうゼロになっちゃった。シャワーね。はい。すご、勝手になんか雨降らしちゃってるけど。綺麗になった。あ、ほんとだ、匂いがなくなってる。トイレ、はい。どこでうんちするん？あ、出た！宝石、こんなにも。すごいな、うんちが宝石とか。欲しい。猫飼ってるんですけど、話変わりますけど、うちの、今、去年ぐらいにこう迷い込んできたんですけど、買い出したんですけど、あの、宝石しませんよ。普通にうんちしてますけど。ああ、拾うんだ。はい。はい。アイランド？はい。お、これ、リンゴだと思った。違うね。アルケミカル、ん？あ、アルケミカルツリー。水。なるほど。一日一回、ホームパワーを消費することで、魔法の水、エレキシルをあげることができる。すごい。なんか出た。虫が出た。で、虫食べるんだったっけ？買い物できるんだ。都合がいいようになってるね、この島。金は落ちてくるわ。あの、うんちが宝石になっちゃうわ。はい、虫ね。変わるんだ、色が。新しい虫を見つけたときは、どんな色素を持っているか。ああ、なるほど。詳細をチェックするんだね。はい。気ままに。どこ行った？アイランドごとに1日1回エリキシルをあげることができる。はい。あ、またゴールド。あ、虫も。
カエル。他の飼い主さんのアイランドはいかがでしたか？誰かが力士与えてくれたようでツリーに力がみなぎってる。なるほど。もう一回ツリーにエリキシルをあげる。エリキシル。で、またゴールド落ちてきて、あ、虫が今度落ちてこなかった。あ、本当にリンゴの実が。おお、自分のあれが変わる、フレンド。フレンドにお裾分けができるって書いてある。自分の収穫数が減ることはありませんので、ご安心ください。24時間経つと消えてしまう。ああ、なるほど。そうね。もうフレンド見つけて、どんどん上げた方がいいわけね。ショップから各所、お買い物ね。はい。結構単純だよね。画面ここしかないし。マハラショップ。ニューマハラショップにやってきました。アイテムのお知らせをタップしてガチャを回す。ガチャ、はい。ガチャ回す、はい。何が出るんですか？今回は飼い主登録のお礼として研究所からプレゼント。はい。10連ですかね。島を飾り付けできるのかな。あともう一個。なるほど、背景が変わるんだね、これで。戻るんだ、はい、戻ろう。うん、本当だ。着せ替えゲームだね、アバターゲームっていうか。で、さっき買ってきた背景とかこれに入れるんだ。そういえば今白だからね。もう一回。アイランド、はい。お世話。足跡。なるほどね。はい。はい。わかんないこと教えてくれるんだ。はてな。はい、あ、違かった。ログインボーナスみたいな。次から表示しない。これでもう終わりなのかな？チュートリアル的なものが。背景を変えたいけど、どっちかな？しょ、よいしょ。おお、なんか今、何今の？ちょっとプレゼン、すべて受け取るっていうのがないな。とりあえずもらっとくか。すごいこれ。3ヶ月間ぐらい保管してくれるんだ。で、全部、一発がないな。このダイヤも何かに使うんだね。ガチャンズとかに使うやつかな。履歴。はい。で、戻って、メールもなんかあるのか。違う、お知らせか。で、お着替え、お着替え。背景変えたいんですよね。ムーブっていうの。そっか。所持アイテム、アッション。背景、背景。あれ？アッション、メイク、アイランド。すべて、背景があったでしょ、さっき。これこれこれ。これが背景じゃない？違う？背景だよね。で、これを、使うことは、ガチャになってるな。
さっき手に入れたんじゃないの、これを。そうか、ここにあるのではないってことね。ああ、いいね、これ。フレーム、背景、おるじゃん。ほら。フレームは？あ、下のね。これはちょっとガチャガチャする。ああ、あった方がいい？とりあえずこれで、あ、OK にして保存でしょ？で、戻る。こんな感じ。ちょっとガチャガチャしちゃったな。この、木とこれがちょっと重なってる感じで、これかな。アイランドにして、さっきの、これか。これ外そうか。の方がいいかもな。上までちょっと見えないからね。あー、こんな感じになってんだね。いいんじゃない？やっぱ女性向けですね。お腹はいい、匂いも大丈夫。トイレは？トイレいいのかな？トイレは、無理やりかな？しない。まだだ。まだなのかな？一応もね、これチュートリアル的なものは終わってるみたいですね。あとはもう自分でやっていくしかないね。さっきのこれで、勝手にこう気ままに足跡っていうのがあるね。お手伝いできない。気ままでいいのかな？これ、人のところ行くやつやったっけ？はい。で、戻る。帰る。お邪魔しました。さあ。こんな感じかな？もう満タンになったから使えるんじゃない？あ、あと、そっか、ダメだね。これは何？マークついてる。ゲット。はい。いや、結構でもあれだな。悪くないですね。でもやっぱり女性向けのゲームなのかもしれないですね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。